これね、天王寺公園の横にあるホテルなんですけども、あの楽天トラブルで予約したんですよ。バリ風の、ね、部屋らしいんですよ。あ、これすっごいなんか綺麗なホテルですね。なんかね、ちょっとね、あのラーなんとかホテルに、思われがちなんですけど、これ普通 のビジネスホテルです。すごいバリ、ほんまやね、部屋が広いし、これ見てください、これバリ風のなんか部屋、なんか素敵。ここ何やろ、これ、これ何、これ、あ、ここは荷物置きか、荷物置きらしいですね。で、心はお風呂、あ、広い、お風呂が広い、お風呂広い、しかもですね、なんとこれはミラブルじゃないですか、ミラブルヘッドがついてるミラブルシャワーでございます。はい、これね、1泊ね6500円ですわ。はい、でトイレね、トイレもね、あ、ちゃんと、ウォシュレットっていうのかな、いいですね、なんかちょっと落ち着ける感じで素晴らしい。結構部屋も広いですよ皆さん。もう一つね、なんかね、謎の部屋発見です。これ、これ何の扉や、ちょっと開けてみますわ。これ何の、え、あ、何これ、あ、洗面、これ、うわ、すげえ、洗面がね、個室になってますよ、これ。山寺でーす、わけわからんけど、洗面がなんか個室になって、これもね、パナソニックのイオンドライヤーがあるという、すげえね、なんかね、ザラ、ザラのなんかあります。僕はザラとか言ってわかりませんけども、あ、いいですね、このホテルが。なんかすごい素晴らしいホテルでございます。ここはね、チェックインが3時で、12時までね入れるんですよ。素晴らしいホテルでございます。はい、リンゴは、はい、紫外線の効果を抑えてくれるっていう効果がありますので、はい、日中に飲んでください。日中飲んでくださいね。はい、で、はい、オレンジとか、はい、ああいうビタミン C 柑橘系は逆に紫外線も吸収しやすいので、はい、夜に飲んでください。夜、はい、そういうことです。ありがとうございます。女性の皆さん、女性の皆さん、そういうことです。はい、お名前、お名前をね、お名前何でもいいんです。和弘です。和弘さん、ありがとうございます。パフォーマーの方、パフォーマーじゃないです。でもなんかできそうですね。ただののんべいです。いや、のんべいさんですか、ほんまですか。めっちゃ楽しいキャラクターのキャラですね。ありがとうございます。なんか、そうそう、しかもリンゴ、リンゴチューハイ、乾杯乾杯、 50% のリンゴチューハイ。そう、 TikTok 欲しいですか。いいですよ。 YouTube 欲しいですか。もちろん大丈夫ですね。僕お肌綺麗って言われてますから、ね、ほんまですか。ちょっとお肌綺麗、綺麗、めっちゃお肌、 YouTube 載せて大丈夫ですね。ありがとうございます。お肌綺麗です。めっちゃ楽しい。そうそう、どう、もしよかったら座ってもらっていいで、ね、全然飲んでもらっていいですよ。楽しい方、ありがとうございます。 Yes。 ヤトさんも来てます。ありがとうございます。はい、こちらですね、そのまま食べられるきびなごジャーキー。きびなごジャーキーちょっと初めてかもしれない。すごいですね。ね、すごいですね。今日と明日はちょっと頑張って。これ増田さんがちょっとね、おすすめで今なんかやってますわ。高知さんですね。はい、高知のやつで、で、ことあとクジラ。わあ、すごい。クジラ焼き、これ懐かしくないですか、これ。昔ありました、ね。昔ありました、これありましたよ。クジラとあの馬のね、はい、あの馬の、はい、ケンボさんですけど。これキビナゴね、これちょっとヒットしそう。キビナゴジャーキー。ちょっと今日はね、なんかオフ会みたいになってますわ、もう。真空パックに入ってるってことでかなりジューシーらしいですわ。これ美味しそう、これ。これ美味しいでしょ、絶対美味しいやつやわ。キビナゴジ、キビナゴジャーキーですからね、はい、もうこれ手でつなが掴んでもいいかもしれませんね。まあ、お箸ある、お箸で行った方がいいですかね。いや、ありがとうございます。すいません、やりますよ。なんかもう、あ、すいません、ありがとうございます。もうすいません、お気遣いありがとうございます。ちょっとキビナゴジャーキー、これ行きますわ。キビナゴジャーキーいただきます。キビナゴジャーキーです。これめちゃくちゃ美味しい。ケンボさん食べてみてください。これほんまうまいわ。マジですか。うん、キビナゴのなんか
濃厚な味がして香りもいいし、もう骨ごと食べれますから丸ごと。あ、うん、めっちゃ美味しい。これとちょっと今、うん、ハイボールとかの方が合います。このハイボール美味しいな。なんでやろ、外で飲むと美味しいんやろか分からへんけども、うん、美味しいです。ぜひ食べてみてください、はい。お酒に合う風味、肝もしっかり生でいただける雰囲気のちっちゃいお魚ですから絶対美味しいですよね。いただきます。でね、いいですね。もうプレッシャー満載のこれ山寺さんですで激写してます。両方から撮影してます。いただきます。これやっぱりこれ小魚でね、肝めちゃくちゃ味するんですよ。あ、おいしい、これ、うん、めっちゃ美味しいんですけど、このタレの味付け、うん、甘い。そうですね、甘味かのような。ほんで、キセンジュ飲むんですか。おい、やっぱり通やね、通や。こうやって酔っ払いはできます。美味しいです。ありがとうございます。じゃあボトル1本買ってもらったんで、最初はグー。はい、じゃあ行けん。ポイ。わあ、負けたー。出たのよ。あかん、もう潰れるわ。今ですね、今日はですね、天芝で、飲み会やったんですよ。で、その天芝での飲み会からの二次会に来まして、ちーたろうさんとけんぼさんも来ていただいております。まあちょっと今日はね、飲み会ですわ。楽しく飲んでます。さすがにね、14名だと多いんで、いきなりですよ、予約なしで来たんで、1軒目酒場さんにちょっとお邪魔いたしました。ここ来るまでね、2軒ほどちょっとお店回ったんですけど、どこも断られていっぱいでね。もちろんソーシャルディスタンス守ってて、4人みたいな感じでこうバラバラに座ってね、差し入れておりますというわけで、皆さん今日はハイボールですね、飲んでましたけど、もうすでに飲んでるんですけどね。お疲れ様です。ありがとうございます。ちなみにすでに誰かおらてんのですよ、昨日11時ごろ、こちらですね、神田うまかちですよ。ほんで、まあ言うてソーサージ、まあ、11時半になってたら、まあ、俺そういうのあんまりせえへんから、うまお会っていうか、飲み会に来ていただいた方々、ね、チーターさんも出てるし、ね、ありがとうございます。今さらみたいな、ありがとうございます。ケンボさん、ありがとうございます。A チャンネルさんも来ていただいております。今日は玉抜け選手に会おうかな。はい、ありがとうございます。